ナリーグドジャース7-3レッズ、2024年5月17日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、29、は17日、日本時間18日、本拠ドジャースタジアムでのレッズ戦に、2番 DH で先発出場。第2打席に3戦ぶりの一発とする今季13号を放ち、リーグ単独トップ&両リーグ最多タイとなった。本塁打ペースは本塁打王を獲得した昨年に並ぶ44発ペースと両リーグでの2年連続本塁打王へ順調に量産している。チームは 7-3 で競り勝ち、連敗を2で止めた。大谷翔平は過去の対戦で投手別では最多の4本塁打、11打点をマークし、対戦打率、417と好相性の右腕モンタスに対し、3回1死1塁の第2打席で捉えた。甘く入った初球の速球を捉えると、打球速度 104.5 マイル、約168年1月キロ、28度の角度で飛び出した打球は左翼前列の368フィート、約112年1月メートル、地点に飛び込むツーランとなった。ダイヤモンドを一周する際も、ベンチに帰ってからも満面の笑みを浮かべていた。大谷翔平はオプス、1.102、打率、358、本塁打、13本、安打、64本、長打率、676、塁打数、121塁打、の6部門でトップ。打点はこの試合で2打点を加えて今季32打点とし、本塁打でも大谷翔平とトップを争うブレーブスオズナに9打点差に迫った。大リーグでは2012年にタイガースのミゲル・カブレラが三冠王を獲得以降は三冠王が生まれていないだけに、大谷翔平には12年ぶりの三冠王誕生の期待が高まっている。米ロサンゼルス市は17日、ドジャースの大谷翔平投手29の背番号にちなんで5月17日を、翔平大谷デー、大谷翔平の日、とすることを正式に決め、その認定証を大谷翔平に授与。式典で大谷翔平はロサンゼルス市議会の皆様、本当にありがとうございました。この日を私の日としていただき、ありがとうございます。ドジャース球団とすべてのファンにも感謝しますと挨拶した。また、17日は父トールさんの62歳の誕生日。それぞれの記念日に自ら祝砲を打ち上げた、大谷翔平。今季13号ツーランでリーグ本塁打単独トップ3試合ぶり&ベッツとのアベック団に本拠地熱狂、大谷翔平の日にメモリアルアーチ。ドジャースの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場。3回の第2打席に3試合ぶりとなる今季13号ツーランホームランを放った。ナリーグ本塁打数単独トップ浮上の一発に、球場は熱狂に包まれた。打ったのはフォーシームだった。逆方向に放った打球は、打球速度 104.5 マイル、約168年2月キロ、飛距離368フィート、約112年2月メートル、でレフトスタンドに運ぶ逆方向弾となった。14日、日本時間15日、にジャイアンツ戦で自身6試合ぶり、飛距離136メートルの特大ホームランを放った大谷翔平だが、昨日16日、同17日は4試合ぶりにノーヒット。今季11個目の盗塁を決めた一方、9回には代打を送られ、第4打席を迎えることなくベンチに退いていた。大谷翔平は前日に途中交代したものの、今日はスタメン入り。今月6本目となる一発でマーセル・オズナ、ブレーブスを上回り、ナリーグ単独トップの13本塁打をマークした。初回には前を打つベッツもホームランを打っており、ベッツ大谷翔平の1、2番コンビでアベック弾を放つ形となった。大谷翔平はシーズン44本で本塁打王に輝いた昨季5月に計8本の HR を記録しており、今シーズンも順調にホームランを量産。試合前にはロサンゼルス市が5月17日を大谷翔平の日に制定した中、メモリアルなアーチとなった。大谷翔平、記念日、の豪快弾にファン仰天、すごすぎ、止まらない困惑、もしかして怪物。大谷翔平の豪快弾に、また大谷翔平ホームラン打ったの。ドジャース大谷翔平投手は17日、日本時間18日、本拠地で行われたレッズ戦に、2番、指名打者で出場し、
3回1死1塁で迎えた第2打席でリーグ単独トップに立つ3試合ぶりの13号ツーランを放った。この一撃にファンは、また大谷翔平ホームラン打ったの、今日は大谷翔平の日、などと大盛り上がりを見せている。自分の日、に書いた豪快アーチに本拠地も騒然だった。この日の試合前、米カリフォルニア州ロサンゼルス市が5月17日を大谷翔平の日と制定したと発表。デーブ・ロバーツ監督らと共にロサンゼルス市庁舎を訪問し、市議会から制定書を贈呈された。記念すべき1日に豪快アーチをかけ、ら市民をさらに喜ばせた。大谷翔平の13号に SNS 上では、打者千年の大谷翔平すごすぎ、もしかして怪物なの、いつ見ても大谷翔平がホームランを打ってるなど驚きの声が上がった。さらには、大谷翔平の日にホームランを打つ大谷翔平、音がえぐい、球場全体が熱狂で揺れてる、岩手県奥州市生まれの翔平少年もさすがにこんな未来は想像してなかったよね、など、仰天の声は収まらなかった。